はい、どうもスリビストの熊岡です。今回も最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。今回は継ぐの日、冷酷の踏切やっていきましょう。でこちらのね、継ぐの日っていうのはフリーホラーゲームのサイトの方で、たくさんシリーズが出ているんですけど、満を持してSteam の方で、製品版として出るということでね、今回は新作も含めた継ぐの日楽しみにしております。で今回は、冷酷の踏切体験版をやらせていただきます。で製品版出た時には今までのシリーズの7作品も、プレイができることになるみたいなんですね。ということで、まあ、今回は冷酷の踏切体験版やっていきましょう。初めからいいですね。なんか雰囲気がめちゃくちゃ日本のホラーっていう感じでね。警告、線路に飛び込まないでください。飛び込んでもすぐには死ねずに激痛で苦しむことになります。いやなんかね、いいですよねこの雰囲気で。継ぐの日というゲームは一体どういうゲームかというと、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、なんか左にスクロールとかね、右にスクロール、スクロールだけで物語が進んでいくっていうような形なのかな。はい、とても楽しみにしております。お、踏切の音だね。マウス左クリックでも歩行文字送り、キーボード左キーエンターね。さあ始まりましたね。雰囲気めちゃくちゃいいですね。これ確か何枚かの絵を重ねて、まあ、手書きの絵なんだったっけな確か。じゃあちょっと進んでみましょうか。お、同じ学校の子なのか？違うな、制服が。公衆電話もあって、手前に電柱。コーヒー、ランチ。ん？あい？双子の妹が踏切に飛び込んで死んだ。なるほど。うん、リボンの色違ったね、確かに。前髪もちょっと長いかな、向こうの方が。口元もちょっと違うか。なるほどね。影というかガラスに映っているのは妹なのかな。全てが同じであるはずの妹。あれ止まったぞ。喫茶店のガラスの向こうで止まったぞ。ああ神社、鳥居があるね。風が吹いてました。ああまた映った。同じ服を着て同じ学校に通ってビューティーサロンですね。これ双子の妹の幽霊なのかな。あ、また止まった。牛の国祭り8月8日。私より少しだけ可愛く少しだけわがままで。探偵、ポスターとか貼ってあるね。夏国、私をお姉ちゃんと呼んだ。仲は良かったのかな妹と。線路まで来ましたね。でも私は何、なんか死んだ妹に対して何か思いがあるのかな。それなのか自分を卑下しているのか何なのか、どうなんでしょうか。電車が通りましたね。私は なんかリアルな。ちょっとじゃあ線路通っていきましょうか。妹の死は悲しかったけれど、電車ですね。私は双子の呪縛から解放された気持ちだった。あー、どっちかがなんかこう優れてたりとかするとそういう風に感じてしまうものなのかな。どうなんでしょうか。あ、向こうは妹じゃなかったな。ちゃんとお姉ちゃんだった。あ、妹だ。その死んだ妹はそのお姉ちゃんの気持ちに気づいていたっていうことなのかな。次の日、いいですね。
というように何回かこうスクロール歩くことで徐々にいろいろ変わってるのかな。なんか後ろに書かれてんな、猿？猿じゃないな、なんか、あ、でも制服のあのリボン、手前の胸元にあるリボンは同じなのかな。向こうには電車書かれてますね。さあ、こんな赤い花あったっけかな。あれ？妹じゃなくなってる。うわ、喫茶店行きてー、カレー食いたい。誰か通り過ぎるぞ。最初にすれ違った人とは違うな。まあ違う日だから違う人がいて当然か。誰だ？小学生だ。ランドセル背負ってるね。うん？壁にランドセル背負ってる女の子がいるぞ。これは駅のホームか。で、赤い花、彼岸花だよね、これ多分。の絵が刺さってるけど、彼岸花っていうのはあまり縁起のよろしいものじゃないね。誰だ？え？同じじゃねえか。何回もループしてるぞ。あ、花が備えられてる。ん？ブルーシートだ。あれ？でも踏切の音。え？また誰かが飛び込んだの？でも今確かに踏切の音が。そうだよね。あ！ミラーに映ってる女の子。あ、消えた。あ、ブルーシートの後ろに誰かいるぞ。うわ、赤いリボンだ、妹だ。あ、妹だ。なんか前のめり。あ、やばい、いい雰囲気。あーって言ってたね。あ、妹じゃない、後ろいるね、妹。うおー、いいね。警察官に警察官にギュンフしてたね。次の日。うわー、妹か。どう、ここで。なるほど、これは気になりますね。パリンだって。うわ、めちゃくちゃ楽しみ。この冷酷の踏切というのは、まあ、妹が死んだ踏切っていうことだね。で、ただ赤いランドセルの子がどう関係してくるのかっていうところがすごく気になりますね。はい、ということで次の日、この手を握ってるのは、こっち右側がお姉ちゃん、左側が妹ってことですね。赤いリボンと青いリボン。まあそのね、双子の兄弟姉妹の中で、まあ優れてるところであったり、それを見てね、あまりこう自分のことをよく思わなかったりっていう関係性がちょっと垣間見えたところまで見れましたね。気になるところもまだありますが、まあこれはね、製品版新しいストーリーが出てからまたしっかりとやりたいと思います。まあ、とりあえず今回は紹介ということで、次の日やってきました、冷酷の踏切ですね。ちょっとね、次の日に関してはもちろん熊岡がホラーゲーム実況を始めたのが去年だったかな、1年まだ経ってないぐらいなんですけど、それ以前からね、もうだいぶ前からあるホラーゲームではあるので、まだやってませんでした。で、ただね、これをきっかけにちょっと次の日の前作シリーズを、ちょくちょくやっていきたいと思いますので、その製品版が出るまでね、次の日というゲームはどういうゲームなのかというのを、今後、いろいろ動画出していきたいと思います。ですので、今回もしよかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりです。